こんにちは、塩見ゆかりです。本日は寒くなってきたので、そろそろ冬支度開始ということで、この冬着る予定のお洋服を厳選してピックアップし、もしもミニマリストになるならの簡単コーデ動画をお届けします。まずはこちらのトップス、ユニクロのソフトニットフリースクルーネック T シャツです。こちらのお洋服は去年に引き続きお気に入りで、今年新しいグレーカラーを買い足しました。今年はグレーカラーブームということで、私の好きな色の展開が多くて嬉しい限りです。お次は最近新しく購入したこちらのニット。ここ数年ウールニットはチクチク感が気になり、あまり着なくなっていたところで発見したコットンメインのこちらの厚手ニット。少しオーバーサイズですが、やはり冬になると大きめニットが着たくなるということで、今年はこちらをメインに着てみようかなとワードローブ入りです。お次はコットン 100% の白シャツ。白シャツは結局インナーとしてもメインや羽織としても一年中使えるので、ルーズ M クラスで購入したこの白シャツは少しお高かったですが、結果オーライ。冬はインナー代わりに着ようと思ってピックアップしました。襟ぐりのシルエットが特にお気に入りです。お次はジャケット。グレーのギンガムチェックのジャケットは多分もう4年以上着ている気がします。最近ジャケットはそこまで着用頻度が高くないのですが、たまにキリッとしたコーデがしたくなるので、チェックのジャケットはアクセントになっていいなぁと思っております。お次は私のコーデのベースといっても過言ではないロングスカート。ちょっとテロテロの薄手生地なので冬向きではないのですが、ユニクロの極暖タイツと合わせて着ながら、寒ければ新しいのを探そうと思いつつ、現状はこちらを着回す予定なのでピックアップです。お次はタイトスカート。冬になると無性にロングのタイトスカートが着たくなるということで、こちらのリブタイトスカートをピックアップです。意外と厚手でしっかりしているので、素材的にも A4 ナイロンで冬向きではないのですが、冬もいけそうです。お次はマンネリ防止の柄物枠。楽天で購入したプチプラのスカートですが、数年着ています。素材感はお値段なりで少し安っぽさはあるのですが、柄が大きめで目立つのでニットと相性がいいんです。後でコーデとしてお届けするので、ぜひ全体のバランス感はそちらをご参考ください。お次は冬のメインコートです。コートはなんだかんだ2着でいいような気がしており、今年はグレーをまずピックアップです。冬のコートはいろいろ購入してきましたが、結局ウール100もしくはカシミヤコンのしっかりしたものが毛玉もできにくく、結果的に長く着ているので、コートはかなり素材と生地感重視で購入しています。ということで2着目はブラックです。こちらは確か去年購入しましたが、今年もお気に入りでルンルンで着ます。少し大きめの襟のコートですが、エレガンスさがあってお気に入りです。というわけで、ご紹介したアイテムを着用しながらサクッと簡単コーデをお届けします。まずは私の定番中の定番、ブラックコーデから。冬はオーバーサイズニットにタイトスカートの組み合わせが鉄板です。靴はブーティーだときれいめになりすぎてしまうので、最近はモカシシなどで少しカジュアルダウンさせて、マニッシュ感を足しながら程よく上品に見えるぐらいのバランスを取りたい気分です。それにアクセサリーがいろいろあればもう最強で、悩んだ時はとにかくこのコーデに限るというくらい、この冬はこんな感じで過ごしていると思います。白だとまた印象が変わりますね。白にするとよりカジュアルさが増すので、きれいめバッグを持ちたい気分です。あとやはり白にはパール系、冬はパールのアクセサリーが至高ですね、というぐらいとにかく大好きで、動画編集していたらまた新しいものが欲しくなってきてしまいました。ちなみにコートを羽織るとこんな感じで、私の場合ここ数年は本当にモノトーンが加速しているので、何を合わせても大体合います。なのでコーデも何もないのですが、でもやはり冬はコートが主役といっても過言ではないので、コートを軸に洋服選びをしたいなぁと思っていたりします。というわけで、お次はユニクロのフリーストップスにチェンジです。フリースと聞くとモコモコしそうな気がするのですが、意外とシンプルめにスッキリして見えるのでお気に入りです。去年は M サイズを着ていましたが、今年は S サイズで少しスッキリめにしました。タックインして着ると微妙に雰囲気も変わるので、気分に応じて着方を変えようと思っています。
フレアスカートにチェンジしてみます。これまた絶妙な雰囲気の変化ですが、私的にはスカートをタイトからフレアにするだけでだいぶ印象が変わるので、個人的にはやはりタイトスカート、フレアスカート両方持つのがおすすめです。そこにコートを羽織るとエレガンスさが増して、いろいろごまかされるので本当にコート様々だなと思っていたりします。だからコートは本当に大好きなアイテムなんですよね。カラーチェンジすると同じアイテムでも印象が変わるので、最近はもう同じ洋服の色違いばかり買ってしまいます。結局同じ洋服の色違いを着る最大のメリットは着心地が変わらないので、神経質な私的にストレスが一番減るというのがメリットでした。年々いろいろなことの我慢ができなくなっているので、これからも色違い買いが増えると思います。そして欠かせないアクセサリーたち。アクセサリーがいろいろあればマンネリ防止もできるし、アクセサリーは保管場所も取らないし、私の最強スタイルなんです。さらにジャケットスタイルにすればまた印象が変わるので、少ないアイテムで着回すにはやはり必要なアイテムです。個人的にはぴったりとしたジャケットよりも少し着丈長めで身幅もあるオーバーサイズめのジャケットが抜け感が出るので好きだったりします。ぴったりめだとオフィススタイルに寄りすぎてしまうので、これくらいのジャケットが好きですね。次はシャツをインナーにして、基本的に冬は全て極暖のニットにトップスを着ますが、たまにインナー代わりでシャツを着て気分転換をしたりします。本当にシャツは万能アイテムですね。そうそう、冬に忘れてはいけないストールも。今年また新しいものを買い足したいなと思いつつ、物を増やしたくないのでいろいろ悩み中です。ストールコーデもいいですよ。大きめのピアスで気分転換をしたいので、いろいろ合わせて楽しみつつコーデを模索です。リングもいろいろ合わせて程よいきらめきで華やかさを出したいのが今の私です。そして最後に柄物をドーン。冬のシックなニットにはやはり柄物が映えますね。個人的には最近大柄の方が好きです。なかなか見かけないんですけれどね。というわけで本日はもしもミニマリストになるなら冬バージョンということで、私のリアルクローゼットからコーデをいくつかお届けしました。今年の冬は本当にこんな感じで過ごします。最後によろしければ雑談にお付き合いくださいませ。はい、というわけで改めましてどうもこんにちは、しおみゆかりです。そんなこんなでもし冬にミニマリストになるならということで、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 でどんな感じになるかっていうのをお届けしてみました。まあ冬もあまり変わらずというか、私のこう好きなものだけを集めてくると雰囲気的にはあまり変わらない感じのチョイスになっておりますね。のでなんかいつも通りの感じだなというところなんですけど、ただまあ12着で今の自分の気分に合う着回しはできそうだなっていうのは改めて分かったので、もう本当にねこれ以上洋服いらないんだなっていうのがよく分かりますね。まあこれにプラスアルファで、まあちょっとしたワンピース、まあドレス的なものとか、まあ部屋着は、あれですね、パンツは、おととし、いやもうそんな前ですか、おととしぐらいに買ったユニクロプラス A のドライスウェットのパンツ気に入ってるので、あの辺とかと、このあたりとかね、組み合わせても着れちゃうので、まあ本当に洋服これ以上いらないですねっていう感じになっておりまして。なんか今年は去年と違う点でいくと、ちょっと大きめのオーバーサイズのニット着たいので、ちょっとね新しく今年買い足したのがこのニットだったりして、こっちのねユニクロのこのフリースのトップスは去年も真冬活躍しておりましたので、まあ、この下にね極暖着たら十分あったかいっていうことで、もう本当に私ここ
1、2年はウールを着ずに過ごせるのかっていう実験をしていて、今年ウールのニット着なかったら、まあ、ちょっといよいよ断捨離しようかなと思ったり思わなかったりしておりますけれども、あのカシミアのウールニットとかね、もうね、昔はあのタートルとか大好きでカシミアのウールニットとかゆるっとね着るの好きだったんですけど、もうちょっと昨今はね肩こりしまくっておりまして、なかなかタートルを着たいっていう、着たいのは着たいけど、それを着て一日過ごせるかっていうと、なかなかちょっと過ごせなくなってきたので、ちょっとね、まあそんな感じで、なんかおしゃれは我慢できなくなってきたので、着心地と着たいものっていうところのバランスを考えると、こんな感じのお洋服チョイスになりましたので、それをそのままリアルでお届けしました。私は本当に今年の冬こんな感じで過ごしていると思います。まあ見事に寒色系ばっかりですけども、どこかのねタイミングで色物とか柄物とかガチャガチャ入ってきたら、それはそれでまた新しいね自分の好みが生まれたということで、受け入れたいなと思っておりますが、今年はこんな感じで過ごすと思います。というわけで、こちらの動画少しでもお楽しみいただいておりましたら、チャンネル登録、高評価お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。